47.7m。 ここはどんずる棒に始まって二神山、大和葛城山、金剛山、そして君峠、そして岩木山、そして、西の端の牧尾山、清福寺に至るダイヤモンドトレイルの途中です。せっかく登ったんですけど展望ゼロ。多分、まあ、気温、体温計、温度計か、持ってこなかったんでわからないんですけど、もう本当に手がかじかむ感じで、マイナス2度からマイナス3度ぐらいじゃないかなと思います。北はこっちですね。あ、ちょっとね、風で少しだけ展望が見えますね。これまあ北方向こっちなんで大阪平野です。これあ、だいぶ見えてます。まあと言っても大阪平野自体は見えてないんですけど、大阪平野の方向ですね。でこっちが金剛山があって大和葛城山があって二神山、二条山がある、まあ、天候さえ良ければ見えますね。でこっち行くと君峠で、この反対側、西側っていうのがまっすぐ行くと滝畑ダムがあって、牧尾山清福寺に向かう道です。以上です。